ウィッチ・サマーは2019年のアメリカ合衆国のホラー映画。監督はブレット・ピアースとドリュー・ティー・ピアース。出演はジョン・ポール・ハワードとパイ・パー・カーダなど。千年の時を生きてきた魔女に立ち向かう少年の戦いを描く。2019年のファンタジア国際映画祭で初上映された。全米ではアバター以来となるボックスオフィス6週連続1位を記録。 また、サムライミが最高に面白い。近年で最もユニークで怖いホラー。と絶賛した。高校生のベンは夏休みを過ごすため、別居中の父親リアムの住む町にやってきた。ベンはそこで、隣の家に住むディロンという少年と知り合うが、彼はなぜか母親のアビーにひどく怯えていた。そして、ディロンはベンに、母親の様子が最近おかしく。 自分の母親ではないという。それから数日後、ディロンは突然姿を消してしまう。心配したベンはディロンの父親隊に尋ねるが、彼は私に息子はいないと答える。不審に思ったベンは隣の家族のことを調べ始める。そして、アビーが千年も生きている魔女に体を乗っ取られているという恐るべき事実を知る。ロッテントマトズによれば、 非評価の一致した見解は、ウィッチサマーは、森の魔女ホラーの成分を、風味豊かなブレンドで書き立てており、脚本、監督のブレッド・ピアースとドリューティ・ピアースのおかげで、このジャンルのファンを一瞬空腹にさせるはずである。であり、110件の評論の内高評価は75%に、当たる82件で、平均点は10点満点中6.2点となっている。メトクリティックによれば、 15件の評論のうち、高評価は9件、賛否混在は5件、低評価は1件で、平均点は100点満点中61点となっている。ありがとうございます。